オーディンルーン魔術とはルーン文字を用いて行われる北欧由来の魔術である。北欧神話にも登場する。ルーン魔術は現代におけるアサトルの信仰や古代のある時期の中東人の部族が報じた北欧、ゲルマンの宗教と歩みを共にしている。ルーン戦術による解釈とは対照的にルーン魔術は基本的に能動的である。 聖図の技として知られるゲルマン・ペイガニズムにおいて、経験されるシャーマン的儀式よりも、能動的である。そして、スパコナ・スパマズルとして知られる予言者とも著しい、対象を成している。実際面においては、ルーン魔術はルーンを扱い、ルーンを活用して、ルーンが表す、諸原形をもとにして、外的世界に影響を及ぼすのである。アイエス・ヒャウルムル。 最もよく知られたルーンガルドルほとんどのルーン魔術は、個別のルーンの一部、または全部を刻み込んだ、買うか自分で作るかした物体を所持することを必要とする。これは物理的には杖として知られるものであるが、実際にはルーンのいわばエネルギーを働かせるためのものである。魔術杖を所持し続けた後、地もしくは、 店で買った染料や塗料で、フサルクの個々の文字を赤く染め上げるのが普通である。伝統的なコノルド文化ではおそらく血でルーンを赤くすることは、さほど多くなかったと思われるが、現代ではルーンを染めることも、目的を達する必要な手段として受け入れられている。ルーン魔術において、最終形態での五符を持つという行為によって、その杖固有の、ルーンの力ザルーンマイトを、 携帯の世界に作用させるという目的が果たされる。自分で作ったルーンを目的を持って使用し、その効果に満足したことを認めた後、燃やすなど何らかの方法でゴフを廃棄するのが普通である。ルーン実践者によれば、各々のルーンには演唱したり歌ったりするための特定の音があるという。通常それらは、それによって表されるところの音波を有している。仮称。 または映像するという行為は、多かれ少なかれ、物体としての語符を使用するのと同様の効果があると、言われている。グンデルセン、カベルドルフ、チュートニックマジック、ストリート、ポール、MN、ラウェリンパブリケーションズ、インク、ピアニッシモ、ピコグラム、S27-211-211 から212、ISBN0 から875422918、ラーシュマーグナルエノクセ ルーン文字の世界歴史、意味、解釈、荒川昭久役、国際語学者、2007年、174ページ。アイスランド語、スタッファー、文字、棒、つのい。グンデルセン、カベルドルフ、チュートニックマジック、ストリート、ポール、MN、ラウェリンパブリケーションズ。 インク、ピアニッシモ、ピコグラム、S333427、ISBN0 から875422918、グンデルセン、カベルドルフ、チュートニックマジック、ストリート、ポール、MN、ラウェリンパブリケーションズ、インク、ピアニッシモ、37から156、15 ISBN0 から875422918、グンデルセン、 カベルドルフ、チュートニックマジック、ストリート、ポール、MN、ラウェリンパブリケーションズ、インク、ピアニッシモ、31から32、ISBN0 から875422918。ありがとうございます。